はい、こんにちは。中坂でーす。えー、っと、今回はですね、スマホのケースです、ね。使ってますけども、iPhone 11 Pro Max ですね。史上最重量、最高重量の iPhone ですけども、こいつのケースをいろいろ悩んでるところでの、とりあえずケースというところで購入しました。ね。 こちらですもうアマゾンから届いた封筒を開けたらもうそのまんまだったんで <laughs> このまんまお見せしますけどももうだって開封も何もないねこれだったらねもう見えちゃってるもんねあのー、シピゲンえー、っとそうっすねあらゆるスマートフォンの、えー、対衝撃または防水防塵とか、まあ、そこら辺もこうガッチリガードするまあ防水防塵はもともとスマートフォンがあれでケースはあれか、ね、対衝撃というところでの ケースとしてはです、ね、もう老舗ですすねね老舗日本でも結構人気だと思いますけどそのケースの、えー、シュピゲンのメーカーから出た、まあ、サブブランドというところでシエル、ね、新しく出てきましたシエル・バイ・シリルっていう感じでまあ主にはそのファッション性をちょっとこう今までのスマートフォンのケースよりもそこに注目というかね 置いて重きを置いたところでの女性向けっぽい感じで出てるんですけどええー、あのゴツゴツした男性っぽい男性が持つようなあの衝撃対衝撃ケースっていうのをもシピンがいっぱい出してるんですけどまあ中にもスリム系のものとかもあったりしますけどもよりファッショナブルなものというところで今回出てきたのがこのシエルですね。マックス用の ケース出てたんで即座に購入させていただきましたとりあえずケースとして俺は考えていますえっ、ー、と2,000数百円ぐらいのものだったかなというふうには思ってますけどもだからもう購入しやすいものですようん別に可愛くもなんともないんですけど女性が好きそうなねまあどこまであのそういうファッション性っていうところを あの考えられたものなのなか今こうパッケージ入っちゃってますけど開けてて実際にはね見ていきますまと、あ、元々こういうパッケージに入っているともうなんだろうまあ季節がこれからもうずれちゃいますけどなんか海に持ってくる時とかっていうのにも良かったんかねこういうケースに入ってる方が。ね単純にここで対衝撃っていうだけじゃなくってこういうケースでいくらまあ ね、防水っていうふうには言われてたとしても海水とか、まあ、流水であったりとかそういうところっていうのはねなかなかあのダメですからそういう意味ではこのケースに入れながらかつこのポーチみたいなものに入れていくっていうところではこのケースのだパッケージとして最初からこのポーチ型にしているっていうのは一つまあありがたく感じる人ももしかしたらいるのかなっていうふうには思ったところであります。 開けていきましょう。ま、あ行きましょう。もうね、見えちゃってんだけどね。ミリザリーグレイド。見る企画、準拠ということですね。はい。もう見えちゃってんだけどね。よし。開けよう。はい。こちらが、ケース本体。中には何が入ってんですか。もう、もう取り出しにくい。紙がね。 ギリギリサイズで。ね Hey, you.Hey, you.Join us and see what w e love to.Shervice.com.Speaking.、ねね、カリフォルニア。Made in k o w l e y 韓国で作ってるみたいですけども、ね、カリフォルニアでやってますよ。我々は。 ね、まあそんなことはどうでもいい。本体です。これがデザイン性を重視された大衝撃ケースというところでね。これはあのー、しっかりとボコボコです。なんかこう表面がトゥルンとしてて中の方でその立体的な加工されてるとかじゃなくってねほらボコボコしてるでしょこれ実際ボコボコですよ実際ボコボコ。はい こういう感じですね。シェールバイシリウっていうのはこのロゴにありますね。はあ、なかなかね。まあ、あ二千数百円ですから、そこまで、ま、あこの、なんだ、波々押しなのかなこいつはね。この流れるような波がかっこいいでしょうっていう感じなんですがね。かっこいいのかなうん。俺はなん、なんだろうね。 ワワンンンンポポイイトですよこれはね女性が好きなワンポイントなのかな <laughs> バッグとかにねよくなんかワンポイントでこういうのあったりするじゃない金属のね財布とかさクラッチバックとかさバッグとかにさなんかワンポイントでなんかキラッとしたのがあったりするじゃないですかそんな感じなのかなすべ <laughs> てが疑問系でいきますよ <laughs> 結構大きめに焼いてる感はありますね でまあ一応ですね、あのー、中をこう例えば透明にしてみた場合にはここにねほらボコボコってなってるじゃないですかそれがこうあって衝撃を和らげますよっていうこの四つ角にはそういう加工になってますよということが言われてたりします。柔らかさ的には結構柔らかいですよ。うん むにょむにょしてる感じはします。こっちの方もね、変わらずむにょむにょです。別にバキッと硬いっていうわけではないです。つけましょうか。これですてね。11 p r よいしょ。はい。えっと、この,の iPhone 自体には、最初からですね、あの、保護ガラスをね、見えるでしょうこれ、ほら、貼ってあるんですけど、 干渉はしないですね。うん。干渉はしてません。浮いちゃうってことも今つけた瞬間見ていてで、ね、分かったと思いますけど、つけた瞬間にガラスがまた浮いちゃうとかってことも起きてないです。はい。こんな感じですね。はい。あたしのはあの、グリーンなんで、ミッドナイトグリーンなんで、ブラックと合わせるとこんな感じです。まあ正直、かっこよくなってるとは思えないな。 <laughs> ミッドナイトグリーンがやっぱりちょっと独特すぎる色なんだよね。あとこの3つのこのレンズってももともと独特なんでこうなってくるとね何なんだろうこれっていう感じ。ここは綺麗よ。ここは綺麗にねこの曲線もね割とこの気持ちいい流れ方してるなっていうふうに思うんですけどやっぱここが台無しにすんな。これあのケースメーカー泣かせだよなここのデザイン本当に。 うん、でシピゲンのケースって結構ここら辺にあるアップルマークくり抜いてるものとかもいろいろあるんですけどこれはやっぱこう塞いで正解ですね俺自身、うん、対衝撃ケースとか他のまあケースももちろんそうなんですけどなんかこのアップルマーク出すケースっていっぱいあるじゃないですか俺あれ好きじゃなくってなんでここだけ穴開けんねんっていうふうにいつも思ってるんですけどこいつはこの流れで良い,いですね俺はこの方が好き なんかアタッシュケースみたいなここだけ見たアタッシュケースとかなんかねなんかこういう外付けハードディスクというかポータブルハードディスクありそうだなここまでやるとうんポータブルハードディスクのデザインとかでもこれかっこいいんじゃないですかこういうものだとねえなかなか良さそうねこれでしっかりとカメラの凸よりも出てるんで カタカタ行くこともないし、カメラレンズがっていうこともないし、何はともあれ、こいつをこのままね、なんか他の人が、あ,あ、それ新しい iPhone だ、つって自分の iPhone と重ねても、ねここ、ここレンズが外出てないんで、これ以上出てないから、他の人の iPhone を傷つけるってこともないと、ね、いうことですね。で まあ俺保護ガラスをつけちゃってるんで、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、あの保護ガラス付けてなければよりわかると思います。あのディスプレイよりも上側にこの縁が全部一周してますから、こうやって置いた時にも全然大丈夫。平らなところであればね、平らなところであれば OK です。なんかアスファルトとか道端っていう結構ゴツゴツしたところにこうやって落としちゃえば画面また割れることあるとは思いますけども、 平らなところであれば擦り傷一つつかないでしょう。これだったら。保護ガラスの必要はほぼなくなると思います。道とかでね路、路上で使うこともいっぱいあって、そこら辺気にされる方はやっぱ画面の保護は必要だと思いますけど。はい。屋内とかで使うことがメインの方にとってはあんまり必要なくなるんじゃないかなというところですね。握り心地、まあもともとがね、プロマックスでかいんで、あの、でかいやつが、 ちょっとでかくなったところでっていう感じは正直あります <laughs>。あまりそこら辺は重要じゃない。うん、重さっていうのももともと重いんでこいつ。226g だから。で、俺自身、その iPhone Pro Max、まあ、11 Pro Max、あの、この重さは、 許容範囲内っってていうことを言ってましたでまあ結構な重いスマートフォン使ってきてる俺で多分限界値が300ぐらいじゃないですかねっていう話をたびたびしてるんですけども、はい、実際問題あのこいつねあのつけてますけどもそんな何て言うんですかね重さが気になるほど増えてるかっていうともともと重いんでまあこんなもんよねっていう感じです。 女性なんかは特にこっち両手で持つっていう、こうやって両手で持つパターンとか、片方を持ってこうやってね操作するっていうパターンとかいろいろあると思うんで、そこまで気にされないんじゃないかな。あのバッグに入れて持ち歩くし、男はポケットに入れたりして持ち歩くから、よりね、その重さっていうところ結構シビアに感じるとは思うんですけど、まああとは色ですよね。うん、こうなってくると。うん なんかファッショナブルなっていうところでとりあえずこのブラックが出てますけど結構奇抜な色を用意してももしかしたらよ,よいのかしらっていうふうには思いましたうんまあなあこれにあとここがゴールドとかだったらよりちょっと面白くなるのかなっていうふうに思いましたけどあとはやっぱどうしてもここだねここはもうシュピゲン含め他の、まあそのケースメーカー中瀬の部分ですね あのケースをしっかりこうやってちょっとこうデザインをね重視したようなものに持ってきたとしてもやっぱここが台無しにしてくれちゃう <laughs> 本当にここら辺はちょっとケースメーカー泣かせだな下の方とかはこんな感じで開いてますねしっかりと、まあ、スピーカーやケーブルの部分を、えー、塞ぐってことはないでしょうここのねスイッチも別に入れやすいですね問題なさそうです 電源ボタンなんかも押しやすいカチカチいきますしっかりとはいこんな感じだね大丈夫そう割とボコボコテーブルに当てちゃってますけど大丈夫そうですそしてワイヤレス充電どうなのかしらっていうところなんですけどねこ,こんなに割と厚めのケースなんでワイヤレス充電ちゃんと 行くのっていうとこなんですけど載せてみましょうか分かりやすいように画面消してはいきましたね充電されております問題ないっていうところになりましたはいあのー、まあねケースによってはねワイヤレス充電せっかくねこの iPhone にもう来たのに 使えなくなっちゃったらうわーっていうね方も思っちゃうじゃないですかねそういうところでもここまでしっかりねワイヤレス充電できてますからこれはまあまあそこら辺は良きかなというふうには思ったりしますそんな困難してるときにね今気づきましたよ、だんだん浮いてきちゃってるっていうね <laughs> これはどういう現象なのかしらねどういう現象なのか あら、なんだどういうことだなんか浮いてきちゃってるけど。えあ、ここヘリまで来ちゃってんな。こっち余裕があんのか。こっちが余裕あんだな。俺のガラスの付け方だな。これな。こっち余裕あるんだけど、隙間があるでしょ。こっちギリギリまでやっていから浮いてきちゃいました。ね。これはあの、シュピゲンのケースのせいではありません。ね、俺のせいです。はい。ということで、今回。 えー、スピゲンより新しく出ました。こちらですね。シエルバイスリルケースお見せいたしました。はい。ということで、また見てな。バイバイ。